今日お話しすることは、すべて1分もかからないことばかりです。この方法を使えば、人生が大きく変わります。2023年を今までで最も片付いた年にしましょう。捨て活や片付けをするとき、つい、いつか時間があるときにまとめてやろうと、大きなプロジェクトにしてしまいがちですよね。でも、毎日忙しくて、時間がどんどん経つうちに、物が家に溢れてきて、散らかりが散らかりを呼んで、何を手放したらいいのかわからなくなります。それを解決するのが習慣です。習慣が家をすっきりさせるんです。今日紹介する1分以内でできるこの簡単な習慣を続けていけば、散らかりのない片付いたすっきりした家になります。22個のアクションリストがありますが、これをすべていっぺんに実行する必要はありません。できることから徐々にやってみてくださいね。では早速行ってみましょう。1、ベッドを整える。朝起きたらすぐにまずこれをやってください。一日の始まりがシャキッとします。ベッドって家の中の結構な面積を占めていますよね。ベッドの上がぐしゃぐしゃだと、家全体がごちゃごちゃに見えます。これを習慣にするだけで、家の見え方が全然違ってきます。家をきれいに整えようというやる気が出ます。これがすべての基本です。布団の方は、布団を畳んで押し入れにしまいましょう。布団をしまわない派の方も、起きた後、敷きっぱなしにしないで、例えば、畳んで布をかぶせて、目隠しをしたりして、見た目を整えましょう。ぐしゃぐしゃの万年床が一番良くないです。家を片付けようというやる気が激減します。2、コートや上着は帰ってすぐにしまう。外から帰宅したら、コートや上着はすぐにクローゼットにしまいましょう。カバンも決まった場所に置きましょう。その辺の椅子の背もたれにかけたり、テーブルの上に置かないようにしましょう。背もたれやテーブルが定位置になってしまいます。3、DM を捨てる。不要な DM やチラシは、もしマンションの入り口にチラシ回収ボックスがあれば、ポストから出してすぐにそこに捨てましょう。またはできれば玄関にゴミ箱を置いて、家の中に入る前に DM やその他の不要な郵便物を捨てるようにしましょう。一旦家に入れてしまうと、テーブルや机の上に置かれて積み上げられて、分類や判断が面倒になってしまいます。家に紙類が溜まっていく原因です。4、お皿やコップはすぐにしまう。お皿やコップを洗ったらすぐに決まった場所にしまいましょう。出しっぱなしにしておくと、キッチンがごちゃごちゃになる原因となります。水切りかごや流し、キッチンカウンターに置きっぱなしにしないようにしましょう。食洗機のものも洗い終わったらすぐに決まった場所にしまいましょう。表に出ていた方がそこからすぐに使えて便利と思ってしまいますが、出しっぱなしが出しっぱなしを呼んで、キッチンがすぐに散らかります。5、服は床や家具の上に置かない。椅子の背もたれ、テーブルの上、ソファーの上、階段の手すり、サイドボードの上、あらゆるところに服がかけてあったり置いてありませんか？これは家の中の最大の散らかりの原因です。しかも毎日の積み重ねでどんどん山になっていきます。服を決まった場所にしまうには30秒かかりません。山にして溜め込んでしまうから大変になるんです。もう一回着ようと思って残しておいても、山積みの下の方に置かれたものはしわしわになってしまっています。脱いだ服はクローゼットにしまい直すか、洗濯かごか、その二択のみです。
6. 鍵や携帯電話。鍵や携帯電話の置き場所を決めましょう。我が家ではサイドボードの上です。統制のカゴの中にまとめて入れるようにしています。カゴやトレイにまとめて入れると、平面の上の拭き掃除をするときにも、細かいものをいちいちどかさなくて、カゴごと持ち上げて拭くだけなので、掃除も楽になります。また、置き場所を決めると、鍵を探し回らなくても済むようになります。7. 洗面台のものを出しっぱなしにしない。朝、顔を洗ったり、歯を磨いたり、メイクが終わった時と、夜寝る前の1日2回、使い終わったら、洗面台の上のものを片付けましょう。洗面台の上に物を残さないようにします。洗面台の上にいろいろなものを出しっぱなしにすると、水が周りに飛んで掃除もしにくいし、ボトルの底がぬめってきたりして、さらに掃除したくなくなりますよね。洗面台の上に何も置いていなければ、見た目もすっきりするし、さっと拭くだけなので掃除もとっても簡単になります。8. おやつで使ったコップやお皿はすぐに洗う。食事で使ったお皿や鍋、フライパンは洗うのに時間がかかりますが、ジュースを飲んだコップやアイスやポテトチップを食べた後のお皿はすぐに洗えますよね。すぐに洗えば汚れもすぐに落ちます。シンクに置いてしまうと、後から置いたものの汚れもついて、洗うのがさらに面倒になります。9. 使った後の調理器具はしまう。トースター、ミキサー、ジューサーなどの調理器具を使った後は、もししまう場所があるならしまいましょう。こういった調理器具を調理台の上に出しっぱなしにしておくと、作業スペースも小さくなるし、キッチンが狭く見えます。たとえ毎日使うにしても、しまうことをおすすめします。すごく快適です。我が家では炊飯器も使った後はしまっています。調理台の上にいろいろ置いてあると、拭きたくても調理台の上のものをどかしてから拭かないとならないので、掃除が面倒になるし、そうするとさらに汚れが溜まって、さらに掃除したくなくなるという悪循環に陥ります。10. 段ボール箱を畳む。商品を買った時の段ボール箱は、できるだけ早く家から出しましょう。もし何かに使うために取っておきたい場合は、畳んでしまって場所を取らないように収納しましょう。11. リモコンを片付ける。部屋中に散らばったリモコンを一つの場所にしまいましょう。そして使い終わったらすぐにその場所に戻すようにしましょう。特にリビングにはテレビ、DVD、ブルーレイ、ステレオのリモコンなどなどたくさんあるかと思います。我が家ではこちらも統制のカゴにまとめて入れています。テーブルの上にバラバラに置いてあると散らかって見えますが、カゴで境界線を作ってあげると、すっきりとまとまって見えます。テーブルの上に散らばっているより、断然片付いて見えます。12. 充電器やコードは引き出しにしまう。特に共有の場所で充電する場合は気をつけましょう。充電が完了したら、出しっぱなし、コンセントに差しっぱなしにしておかないで、コードや充電器は引き出しにしまいましょう。13. 毛布は畳む。ソファーに寝転がるときに使っている毛布は、使い終わったら畳みましょう。畳むのが面倒な場合は、大きめのカゴを用意しておいて、使い終わったらそこに入れておくようにしましょう。我が家では、IKEA の統制のカゴを愛用しています。カゴを置く場所がなければ、ざっくり畳んで、ソファーの背もたれにかけてもいいんですが、やっぱりきちんと畳んだ方が片付いて見えます。14. ゴミはすぐに捨てる。ゴミを捨てようとしたらゴミ箱がいっぱいっていうこともよくありますよね。
24時間ゴミを捨てることができるマンションなら、ゴミはすぐに捨てましょう。曜日が決まっていてすぐに出せない場合は、ゴミ収集日まで家から出すことができませんが、ゴミ捨てって実は一番重要なんです。ゴミの収集日にうまく出せなかったり、忘れてしまったり、仕事との兼ね合いで時間が合わなかったり、ゴミ出しのルールが難しかったりで、ゴミを出すのはなかなかハードルが高いですよね。そういう場合は家族の協力がとっても重要です。一人で抱え込まずに、決まった場所にゴミをまとめておいて、その日に外出する人が朝ゴミ出しをするとか、ゴミ捨ては子どもの役割にするというようなルールを決めておくことが大事です。15、読み物は元の場所に戻す。雑誌、新聞、本、クロスワードパズル、何でも読んだものは元の場所に戻しましょう。後でまた読むからとリビングやテーブルの上に出しっぱなしにしないで、本棚、新聞置き場、マガジンラックとか決まった場所にしまいましょう。16、賞味期限が切れたものを見つけたらすぐに捨てる。冷蔵庫、食品収納庫、パントリー、どこでも賞味期限が切れたものを見つけたらすぐに捨てましょう。いつかそのうちまとめて捨てようと元の場所には戻さないで、見つけたらすぐに処分するが鉄則です。17、使った道具はすぐに片付ける。ハサミ、ドライバー、定規、カッターなどの道具類はまた後で使うからと出しっぱなしにしておくのはやめましょう。後でまた出すのが面倒だからと置いておくと、出しっぱなしが定位置になってしまいます。18、紙類を分類して決まった場所にしまう。紙類が放置してあると一番散らかって見えます。不要な書類はすぐに手放して、大切な書類はその場で分類して見出しをつけてファイリングしましょう。書類の整理は初めてやるときにはちょっと時間がかかってしまうかもしれません。でも一旦やってしまえば、あとは楽に分類整理できます。19、手放したいものをまとめておく。リサイクルに出したいもの、寄付したいものをまとめて入れておくカゴか箱を用意しましょう。これもういらないなとか、手放したいと思ったらすぐにその箱に入れれば、いざリサイクルに出しに行くぞという機会にさっと手放すことができます。20、何でも引き出しをチェックする。どこに入れればいいかわからないけど、とりあえず入れておく何でも引き出しって皆さんあるかと思います。そこにはおそらく念のために持っているものがいっぱい入っています。何でも引き出しをふと開けた時に、もはや何のためのものかわからないもの、謎の部品やパーツを見つけたらその場ですぐに手放しましょう。21、ついでにやる。家の中にはなぜか不要品が湧いて出てきますよね。置きっぱなしになっているゴミや空き箱、なぜここにあるのっていうものは、通りがかった時や部屋から部屋に移動する時、気づいた時にその場で捨てたりしまいましょう。30秒かかりません。22、平面の上のチェック。テーブルや机、調理台、サイドボードの上、靴箱の上の平面って、ついいろいろなものをちょい置きしてしまいますよね。何か一つでもちょい置きしてあると、なぜかそこに散らかりが集まります。散らかりが散らかりを呼ぶんです。平面の上に何も置かないということをしばらく頑張ってみましょう。視覚ノイズがなくなると、本当に見違えるように家がすっきり見えます。さて、家をすっきりさせるための
22の習慣のお話をしましたが、いかがでしたでしょうか。この簡単ですごく小さな習慣を日常的にやっていれば、きれいに片付いた状態を楽にキープできます。それぞれの動作は1分かかりません。せっかく縁あって住んでいる家、ごちゃごちゃではなく片付いてすっきりした家の方が断然いいですよね。簡単なことを習慣化する、それだけでいいんです。ぜひ試してみてくださいね。お互いに捨て活、片付け、頑張っていきましょうね。